キコーナー寝台うとうな。こんにちは、キコーナーモサです。どうも、キコーナー小田原奥義町店の藤庵です。この番組は我々の寝台をいち早く紹介する番組となっております。そして今回紹介する機種は何でしょうか。このマスク末尾さんですね。タヌキチですね。正解です。ということは皆さんご存知、京楽産業さんの、ショールームにお邪魔しております。そして今回紹介する機種はこちら、パチンコ筋肉マン3です。おお。番組の最後に視聴者の皆様へのプレゼントもご用意しておりますので、ぜひ番組最後までご視聴ください。それではシダスタート。スタートです。はい、それではシダの方入っていきたいと思います。で今回も、はい、詳しい方に来ていただいておりますので、はいはい、お話を聞きながら進めていきたいと思いますので、お願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。さあ、じゃあ始めていきます。じゃあスペック説明お願いしてもよろしいですかね。筋肉マンカチバゴールドですね。大当たり確率が3弱 19.6 分の1、はい、突入率が 60% となっております。はい、で突入した後右打ちのラッシュ中は 92.5% 継続となっております。で大当たりの約 25% がマックスラウンド990発獲得できる仕様となっております。右打ち中の特徴としましては、1分の1で大当たりがして、即連タイプでどんどん大当たりがつながっていく。なので1分の1で 92.5% 継続をどんどん重ねて出玉を増やしていくタイプとなっております。早速チャンス到来しました。あ、来ました。はい、お、ミート君、ミート君来た。ミート君突っ込んできました。ミート君、おー、金消し、赤ホリデーになった。星3つ、タイトルは白ですね。おちょっとジェロニモなんで厳しいですね。ちょっとね、緑カットインなんで厳しそうな雰囲気ですよね。ジェロニモは超人ではないんで、そう、ね、はい、人間ですよね。一人だけ人間なんで。登録ボタンは通常、あ、厳しいですね。まあ、先ほどミート君が下のカプセルにちょっとアタックしてくれたと思うんですけども、はい、そのカプセルに数字がどんどん溜まっていってると思うんですけど、その数字が100になると、はい、まあ、先ほど出ました金消しが、はい、出現するといった仕様になってます。あ、なるほどですね。で、まあ、その金消しの色が、まあ、いわゆる保留の色と思っていただいて大丈夫です。基本的には予告でどん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 貯めていくんですけども、先ほどみたいにミート君が一気に貯めてくれることもあると。あ、なるほどですね。あれ、今回って筋肉マンでいくと何編になるんですかね。今回筋肉マン多い争奪編になります。で今回スペックで言うと見どころはもう一つ、なんかチャンスゾーンを積んでるっていう風にお伺いしたんですが。そうなんですね。今回、まあ、さっきのまあ、ゴールドの話でいくと、はい、まあ、左打ちなんだけどチャンスゾーン、はい、でまあその中身というのが、まあ、そのチャンスゾーン中大当たりを引くとラッシュ突入率が 80% まで上がると。大当たりの確率はあくまで変わらないってところですよね。大当たりの確率は変わらないです、ね、はい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 、変わらないんですけど、まあ、ラッシュ落ちてすぐ引き戻したりした人にちょっと恩恵を与えてる、うん、はい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 。でもほとんど突入率スペックがそこだけ変わるっていうのはあれですね、画期的というか結構新しいシステムにはなってます。初めてですよね。お、入賞時フラッシュですね。背景が夜背景になってますね。これは結構チャンスですか。これチャンス。あ、そうですね。で今上にブラックホールっていうコキャラがいるじゃないですか。はい、わかりますか。そいつ鳩を吐くんですけど、実はその鳩多い少ないですごいチャンスが、あ、そうなんですね、ガクッと上がります。コキャラなんですけど、はい、開発、詳しい人的には一番注目ポイントです、はい、あ、そうなんですね。あ、これ普通の鳩ですね。 あ、はいはい、あれをブワッて一気に大量の鳩を吹くことがあります。なるほどです。お、熱そう熱そう。あ、図柄が赤に変わった。ソルジャーフラッシュ演出って当たればラッシュ、ラッシュできる。ああ、なるほどですね、はい、
筋肉ドライバー、これは熱そうだぞ。特盛り、これは期待演出の超特盛り演出ですね。なるほどですね。でここでどの超人に発展していくか。ラーメンマン、お、赤テロップ、チャンスアップですね。お、ゴーゴーマッスルゾーン。でここのボタンで筋肉マンかラーメンマンか。ラーメンマンの後半 SPS、 ラーメンマンっすね。赤カット押し切りたい、ラーメンマン。あ、今気づいた、ゲームが赤になってる。お、これは、え、復活ももちろんあります。ここから復活しい最強友情ボタン一応8割超えなんです。あ、そんなあるんですね、はい、そんなあるんすか。外してほしくなかったですね。詳しい方もびっくりする引きをプリを発揮してしまいました、うん、僕は今もう当たると思ってましたですよね、はい、僕も結構展開的にはあると思ったんですけどね。お、青堀、この青堀ニュージョージフラッシュで決めます。お、あ、これは90、100、100スタンバイですね。ここで発動せずまだスタンバイ、僕のガチャが揺れております。あー、藤谷、藤谷のガチャもういいよ、当たって当たってほしいです。そう、ラーメンマンさっきのラーメンマンださあここでガチャが何出るかです。そうですね、さっき赤テロップ外してるからな。筋肉マンですね、筋肉マンプラスカジバ付きのレアガチャですね。俺、ね、はちょっともう筋肉マンで押し切りたい。筋肉マン出た、おータイトルはおそらくデフォルトですね。カットイン、あ、赤から始まった、赤もう一個、いきます、やったー、お、すごい。やっぱ筋肉マンのカジバが出て筋肉マン SP スピーっていうのがやっぱ大当たりの王道に、王道ルートですね。ありがとうございます、王道ルート出していただいてありがとうございます。ありがとうございます。マッスルボーナス多かった。ここまで一応告知タイムが2つあるので、まあ、好きな方を選んでいただいて、うん、突発告知にします。ラウンド中にソルジャーが発生するとソルジャー3ラウンドですもんね。3ラウンドです。ソルジャー、ソルジャー、あー、ソルジャー入った、すぐる、ありがとうございます。こちらでスピードとパワーを兼ね備えたマッスルラッシュ突入となります。あ、もうこれ当たりっすね。ロビンマスクなんで上から2人、2つ目ですね。なるほどですね。ロビンマスクはもうほぼほぼ大丈夫です。はい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 。でその次にウォーズマンで、はい、ラーメンマンジェロニモってなんですけども、はっきり言ってジェロニモさえ出なければ大丈夫です。はい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 。筋肉マンは大当たり濃厚となってます。早い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 、
クマンは法則として2回連続出ると、まあ、勝ち濃厚プラス9ラウンドが濃厚となってます。あ、なるほどですね。同キャラ連続は基本勝利濃厚なんですけど、筋肉マンだけは9ラウンドが濃厚になります。はい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 、はい、この後3ラウンド終わった時に、告知方法としては3ラウンド終わった時にソルジャーが出てきます。あ、なるほどです。おー、これで9ラウンドが濃厚となります。あ、なるほどですね。あ、早いっすね。あ、ジェロニモ、やばい、やばいぞ。ジェロニモだけ本当にやばいです。ジェロニモまだ分かんないっす。ジェロニモ、ジェロニモで、こっから、最後のラストチャレンジで、なるほど、ね、ラストチャレンジがあります。ファイナルジャッジです。ファイナルジャッジ、ボタン連打で筋肉マンがクソ力発動すれば継続確定です。はい、耐えましたね。で、今筐体 の、 そのアタッカーの下に意味深な黒い丸あるじゃないですか、はい、見えますか。筐体、あ、これですか。そうですね、はい、その意味深な黒い丸のところに実は筋骨マンのランプが浮かび上がることがあるんです。はい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 、はい、それ光ると継続確定。あ、なるほどですね。テカッと光りますんで。わかりました、ちょっと注目して見ていきます。モードを変えた途端の、あ、いった、よし、スタンバイ。この時点で金消し発動するので、はい、赤保留以上、赤保留よりさらに保留が上がることが確定してるんで激アツですね。この時点でもう激アツです、ね。もう金以上ってことですか。金以上ですね。あ、眩しい。お、金、お、来た、金の、わー、高そう。カジバ、カジバもついてる。お、ラーメンで、ここで、お、来た、お、超決戦、超決戦。一応これがあの手前が金保留だった場合、はい、超決戦保留になるんですけど、まあ、金保留相当って形で、 SPSP 中にも決戦保留から超決戦保留になることがあります。で、それは金保留相当ですね。押せ、おお、出てきた、サプライズボタン。おお、サプライズ、サプライズボタンは大当たり濃厚となって。あ、なるほどですね。おー、すごい。じゃあ、さっきボタン9時でしたよね。僕は突発にしました。あ、突発っす。突発、じゃあボタンにしよう。はい、はい、はい、筋肉マン解放してあげてくださいよ。おお、連打、お、ゼロイモ、ラーメンマン、ポーズマン、お、来た、お、おめでとうございます。ありがとうございます。あ、これで 60% 引いた感じですね。これで 60% です、ね、で、モード、じゃあちょっと一旦別モード、必殺技モードの特徴としまして、はい、まあ、ちょっと皆さん最近すごいカスタマイズが大好きで、はい、してる方結構いらっしゃると思うんですけども、はい、なんとキャラのカスタマイズができます。キャラの信頼度のカスタマイズができます。あ、なんか画面出てますね。そう、左サイド液晶に、はい、あ、ここ打たなければ特に始まらないんで、はい、あ、打ちました、ごめんなさい。まあ、いつでもカスタマイズできるんですけど、ね、今多分筋肉マン 100% なんで、はい、当たり濃厚ですね。じゃあこれ消化し終わったらバスターで一回止めて大丈夫。ラウンド中は打ち切っていただいて、まだもうちょっと大丈夫、カスタム、あ、動かせる、
これでお好みのカスタムにしていただいて、はい、ちょっとあの全部で勝利魂と敗北魂っていうのがあって20を振り分ける形なんですよね。でジェロニムだけちょっと自動計算にさしてもらって、はい、ジェロニムラメマンはいいですこれゼロにすると本当に出てこなくなるので、はい、出てこなくなっちゃう。本当にゼロです、出てこないです、はい、調整ができるんですよね。ハズレの時にいっぱい出したいとか、はい、ハズレは均等でいいとかを調整できるので、はい、カスタマイズとしては結構新しい分類に入るかなと。そうですよね、ゼロゲーム 100% もできるわけですもんね、うん、そうですね。これあとロビンマスクが出ると OK、 もう 100% ですね。ウォーズマンとラーメンマンが出るとはい、しんどいってやつ、ね、ちょっとゼロギモしたからまだ安心ですよね。86%。おお、オメガマンに勝っちゃう。ゼロギモ86%。掃除からあーもうちょいもうちょい、あーきた、おー86%、ゼロにも当たってじゃなかったっすね。あ、なるほどね。一応これどのキャラで負けても一律 50% になってます、はい、あ、そうなんですね。じゃあこれ別に、はい、ラーメンマンゼロにしててもそうですね、はい、はい、そこだけは大丈夫です。ゼロにも好きっすねおー、カット、すごい、ジェロニモが勝ちましたね。すごい、 この映像貴重じゃないですか、ジェロニモが勝つ。いや、貴重だと思いますよしかもオメガマンに勝ったんですからね。ちなみに下にこのなんかミート君とナチグロンがコキャラで出てますけども、はい、ここも順番が逆だったり、あ、はい、解説の中野さんが出てきたりしたらちょっとチャンスだったり、中野さん見たい。やっぱウォーズマン弱かったですね、カスタマイズ。そうですねいやでもこれ 50% ありますもんね。ここは 50% です。え、あ、ダメだ、え、これ終了、うん、そうですね。ここで最後に実はミート君飛んでくる時ありますか。ミート君ここで、あ、来なかったですミート君はい、今回筋肉マン3実戦試打させていただきましたけれども、はい、藤原さんどうでしたか。いや、あの究極のスピード&パワーは伊達じゃないなと。やっぱりそのラッシュ中もあの隠し要素、違和感要素も多々ありまして、ホールにデビューしたら絶対に打ちたいと思います。いかがでしたか。いや、ちょっと連チャンもすごい早くて、藤原さんも50連でしたね、はい、すごかった。2万5000発を30分ぐらい、素晴らしかったと思います。私もぜひホールに出た際は実践していきたいと思います。一緒に打ちに行きましょう。はい、それでは番組から素敵なプレゼントのご案内です。はい、こちらパチスロ沖花、乃木坂46のメンバーが乗ったパネル、こちらを3名様にプレゼントいたします。そしてこちら京楽さんのオリジナルのハンドタオル、かわいい姿勢を行ってます。こちらを9名様に、プレゼントいたします。応募方法に関しては番組の概要欄をご覧くださいませ。またいいね、チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回新大ウトナでお会いしましょう。さようなら。さようなら、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。